こちらが新商品のやかんですね。あえてこの銀のレトロなデザインがね、今来てますね。キュートなお顔ですね。やかんとアイドル。はい、ということで、楽しい話は尽きないんですが、あっという間にエンディングでございます。とありがとうございます。ではですね、堀さんからのお知らせをどうぞ。はい、9月6日水曜日、東京キネマクラブで上演される東京夜間ランドボリューム3うぐいす谷のバラに出演させていただきます。こちらは出演者がたくさんいますが、はい、その中には元たこ焼きレイモンね、春菜さんもいるということで。そうですね、はいはい、どうですか、なんかこの話とか特にしてないですか。はい、何にもしてない でしょうね。会えてないですね、まだなるほど、もう会うのもかなり久しぶりになると思います。はいはいはい、はい、なるほど、じゃあそこも楽しみということで、その他楽しみ、交流のあるメンバーいらっしゃいますか。結構もう仲いい人ばっかりで嬉しい。ゆずきちゃんもですよね、先ほどおっしゃってましたし、あの同じ紫で仲良くさせていただいてましたし、はりまいるやん、はりま、はりまさんは頑張れ多分すごい元気よく来ると思うルンパンもいるし。続いての告知はこちらですかね、どうぞ。はい、毎週土曜日朝6時半から8時放送の ABC テレビおはよう朝日土曜日ですね、リポーターを担当させていただいてます。これがちょっと関西ローカルなので、あの関西の方はぜひご覧いただけたら、東京の方もね、あの関西以外の方も関西来た時に見てもらえたらなと思います。さあ、もう一つの告知はどうぞ。はい、クックパッドライブで、月1回のレギュラー番組おばんざいくーちゃんを、現在配信しています。9月ももうすぐ、多分もうすぐが終わったばっかりかもしれないけど、毎月ね、やらせてもらってるので SNS とかで告知するので、ぜひ観覧もありますので遊びに来てください。お願いします。これはどういった番組なんですか。これは、私がお酒に合うおばんざい風のご飯を作って、最後食べながら飲むっていう。それ最後飲むのがついてるんですね。そうですね、私がお酒好きっていうので、やってくださいました。そういう風に最後お酒のなんかアレンジして飲み比べしたりとかで、お客さんもゲーム参加してもらって、なんか正解するとクッキーもらえたりとか、私がイラスト描いた、いろいろ特典もあるので、ぜひお願いします。 お客様も楽しめる、合法的にお酒が飲める番組ってこと。そうですね、もう私もみんなもみんな楽しい、最高の番組ですね。はい、はい、最高です。さあ、では最後の最後にですが、やかんくんから元気が出るお茶をプレゼントします。すいません、お酒ではないのですが、お茶でございます。お茶、ぜひぜひ、本日は喉をいたわるブレンドのハーブティーでございます。めっちゃいい匂いする。ぜひご賞味ください。いただきます。わあ、こうやってわーというリアクションだけが来ましたけど、あー、飲みやすいですね、ハーブティーやけど。めっちゃすっきりしてて喉が良くなりそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。 では最後にですね、かわいくかわいくやさぐれず、かわいく締めの一言をお願いいたします。東京夜間ランドボリューム3うぐいす谷のバラ、遊びに来てね。この番組は過激派ゴリラちゃん、たかひろさん、としかずさん、さとみさん、酒飲むと箸行きようになるアッキーさんの提供でお送りしました。皆さん、提供ありがとうございました。またお会いしましょう。